ジャックス・マネキンはカリフォルニア州オレンジ郡出身のロックバンドアンドリュー・マクマホンによるソロプロジェクトとして2004年に活動を開始した2005年6月マクマホンは急性リンパ性白血病と診断されたが完全に回復した後の同年8月にリリースされたデビューアルバムエブリシング・イン・トランジットはファンと評論家によって好意的に受け止められた 当初はマーベリックレコード、後にサイアーレコードと契約している。バンドはレッキンボールハートを最後の曲としてリリースし、2012年に解散をした。アンドリュー・マクマホンはカリフォルニアのロックバンド、サムシング・コーポレートのリード・ボーカリスト兼ピアニストとして、商業音楽の世界に足を踏み入れた。マクマホンのソロプロジェクトである、 ジャックスマネキンを開始する最初の契機となったのは2003年12月に録音した曲ロックとドアズであった。マクマホンはこの曲がそれ以前のサムシングコーポレートによる曲とはあまりに異なっていると感じ、仮にリリースするのであればサムシングコーポレートとしてではなくソロアルバムになるだろうと思った。しばらくの間、このアイデアは突飛な思いつきに過ぎなかったが、 2004年の晩画、マクマホンとバンド仲間たちが何ヶ月にもわたるツアーに疲れ切った時に状況は変化した。一旦活動を休止しようということになり、空いた時間を利用して、マクマホンはヒドン・イン・プレーン・ビューのライフ・イン・ドリーミングに1曲、トミー・リーのタミランド、ザ・ライドに2曲を書いた。サムシング・コーポレートにおける別の作曲者とリードギタリストのジョシュ・パーティントンが ファイアスケープと呼ぶサイドプロジェクトを開始する一方で、マクマホも自分のための曲を書き始めたが、彼は曲を売りに出すつもりはなかった。癒し的なアプローチで書かれたこれらの曲は、個人的、私的な、自身の作曲の証とでも言うべきものであった。あるインタビューの中で、究極的には、家へ帰ってみたら覚えていたのと全然違っていた、っていうお話なんだ。注力普段。 とっても密接に関係していた人やものから離れることで自分を動かしているものが一体何なのかってことを自分自身の頭で考えて理解する機会を得られる。中力自分探しであり今の自分でいいんだってことでもある。今の自分について言い訳をする必要はなくて今ある自分を受け入れればいいんだってことと述べている。録音するかどうかについて マクマホン自身は考え中であったが、書かれた曲はまとまると形を成し始めた。彼はポケットマネーからアルバムの制作費を捻出したが、後にはレコード会社との契約へと繋がることになる。インタビューウィズ、アンドリュー・マクマホン。ソコオンライン。2007年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2005年7月31日へ閲覧。アンドリュー・マクマホン。 コ座サウンド2006年2月12日閲覧。ありがとうございます。